はい、ということで皆さんこんにちは。今回ねパート5ということで、前回手取り川あちらの方でですね、透析者を、入手しまして、そこでというかそれを使って、医療の戦いで、散った甲冑、彼をね助けられないかということでね前回やってきました。で、今回のパートなんですけれども、早速その透析者ね、これを用いて、甲冑さんを助けに行こうというようなそんなような感じのね動画となります。では早速ね、はい、ということなんですけども、手取り川ねこちらクリアしました。そして医療の戦いね、これ三角ボタンでこれ切り替えられるようになりまして、新しく出たこの改変後、こちらで、やっていくと。そして手取り川でね入手した透析者を用いて、これ門扉って書いて何って読むんですかね。で向こうで戦う高知を救出せよ、扉の向こうでいいのかな、ね、で水中出撃メンバーの方が初ですね、使うのね、宝徳さん、手取り川の方でね一緒に透析者を取りに行って、宝徳さん、そして、主役の馬長、かぐやさんとね、この3人でやっていく形になります。はい、では早速やっていきましょう。でまあ宝徳さん初プレイってことで、レベルが1というふうになっております。でかぐやさんと馬長はね多少育ってるというような感じですかね。はい、では早速なんですけどもやっていきましょうか。はい、優しいでいきましょう。手取り川の妖魔軍を打ち破ったことで透析者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲冑を救えるはずである。過去を変える戦いが今始まろうとしていた。さあ 初で、もう喋れない、初ですよね、過去を変える戦い、こちらが今始まろうとしていたということで、スタートはこのような感じになります。手取り川から透析者が向かっているとの方があった。はい、過去は変わった、今こそ甲冑殿を救い出すのだ。ということでねやっていくんですけれども、医療の戦いの改変後ですね、で準備をね整えておきましょう。確か全員ね第二武器手に入れたので、どうしようかな、無双ゲージと素早さ、これでいこうか。で、これ全員分付け替えまして、はい、でミッションの方がねこれバタイいらっしゃるのでこれ受注して、まあ30パー維持して武将さんになんでこれできるでしょう。はい、では早速やっていきます。死の道貫いてみせ。でさっきの壁紙のキャラクターなんですけども、まだ登場してませんが、竜ハヤブサっていう、まあ無双のキャラではないんですけどもね、光栄というかテクモのゲームね、デッドアライブあちらの、キャラクターですね。まさか若が戻ってきて、まあ細かいことはねおいおい説明していきます。で宝徳さんはこれすごい使いやすい武将で、結構序盤から無双できる感じですかね。攻撃範囲が広くて攻撃力も高いということで、今なすべきをなそう。でまあ改変後ということなんで、大体同じような感じでね進んでいきます。医療のパート2の時の戦いかな、あれと似たような感じで進んでいくんですが、まあ今回は校長さんを助けれるかどうかっていうような感じでね進んでいくわけですね。いいね、そう、ちょっと馬甲がね邪魔くさいっていう、そういう戦場なんだここはね。まあまあ倒せる限り倒していくと。どうしようかな、先に下から行った方がいいかな。で、この頃はまだねくの市が操られてるので、ここくの市でやるとまた面白くなるんですよね。あれで私は操られちゃってる的な感じになるわけですね。いらな、一冊だがかわされた、かわされたって当たんなかった。おら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 、いやーバーチョーでも結構時間かかるな。はい、はい、くのいちはばく、まあ同じようにねこう正気を取り戻すわけです。で、バターにとか先に行こうか。じゃあこちら。で、騎馬隊がいるのでこいつを一応倒しながら。どこまで行くんだあいつ。よし、あと2頭ですかね。あとこいつ。よし、じゃあ早速行きましょう。で、ここにもね少しいらっしゃるんで、まあ、こいつは一応倒して進むと。一定でも残ったら味方
そいつらをね倒す、行動するので、でバタイを助けるとじゃあですね。でまた騎馬隊がおるので、ちょっとねこれを借り尽くすと。俺の覚悟が台無しだよ。ちょっといらぬ覚悟だ。セリフも一緒ですね、これもね。共に生き延びるのだからな。急ぎ救援しようと。今救援してます。騎馬隊を先に倒しておくよ、ね、動いて。今こそ披露せん。いたと思ったら味方だって受けてる。待てよ、投げなくて。で、アイテムがちょいちょい落ちてるんで、これらを回収しないとですね。あ、レベルアップしましたね。あ、こんなような感じで果たして、だいぶ片付いたかな。ちょっと雑魚が多いので、宝徳さんで。宝徳さん、範囲が広いのでね。ね、投石者があれば助けられるはずだよ。ここでね、ちょっとセリフが変わるんですよね。投石者と散るまで、まあ、耐えろということで、ちょっと待ちましょう。ね、こうやって仲間を助けていくわけですね。私はお手伝いを差し上げただけ。うん、真に過去を変えるの。だって少しずつ、かぐやさんとのね関係も深くなってるんですよね。必ずや変えてみせよう。どうしてそんなにかっこいいんだが。で、またなんか来ましたね。別倒そうかしら。なんていうことだ。お、合体技いけるな。いくか。もうちょい固めてから。持ってこい持ってこい持ってこい。一段と冴えておいでですな。内藤さん、そして、イノシシマンもそうですね。これで多分いい感じに行くぜ。うわ、気を思うな。でまとめて撃破しましたね。でレベルが上がりました。敵多すぎ、無双そんなにいなかったっていうね。こっちからか。はいはい、使おう。行くぞ。うわで、アーツがね、こういう周囲をこうボコボコ言わせてね、これで敵を倒すという、これが宝徳さんのアーツになります。かぐやさんのアーツと見せましたけど、見せたね、確かに。で、敵もこれ残りちゃんと倒して、でどうかな。まだちょっといるんで。うおお、騎馬隊がやられる前にやる。要は当たらなければいいんだね。聞こえた武田の騎馬隊か。ちょっとバチョ根気よくないな、ね、技は強いんですけどね。いけ、くせっ。遠距離攻撃であれば、ね、近づかれる前に始末することができるので、あとはうまいこと立ち回れば。ほら、かぐやさんこの範囲攻撃があるので、これでまとめて蹴散らせるわけですね。で、騎馬隊をこうやっつけまして、大体倒したかな。お馬さんで戦おう。でよし、ここもなんかめっちゃおるんで倒そう。振り遅いのがちょっとな、バチョの方がいいかな。騎馬隊一発当たれば倒せるんで、要は当てればいいんですよね。 OK、 まあこんなもんかな。で下にもいらっしゃるんで、やつを倒してみましょう。ザコしかいないかな、でもまあいいや。ちょっと宝徳さんで行くぞ。これ範囲広いんで、これ扱いやすいですね。宝徳さんは弱点攻撃速度が遅いぐらいじゃないかな。まあそれはパワータイプなんで仕方ないとして、それ以外はほとんど無敵ではないですけども、結構性能がいいキャラクターって感じで私の中でやってますね。範囲広いキャラクターやっぱいいんですよね、使いやすい。ただこの後そんな出番ないという事実。よいしょ。
はい、拠点兵長を倒しましたんで次行きますか。毎回馬呼ぶボタンとキャラ違う間違いだね。やっぱりオロチと普通のメソはね多少操作方法が違うので。投石者が到着いたした。お、投石者届きましたね。閉ざされた門を破壊できる。よし、あとは投石者を守るだけだ。途中で壊されちゃ意味ないんでね。なのでこちらを正規に立たして、投石者の守りに使えたんですね。私にも理想の力が、理想の力が、まあ、こんなような感じで勝っていって、あ、どうだね。さて、とじゃあ投石者の守りにつきましょう。あの緑のが投石者ですね。龍馬撃破し進路を確保するということ。ちょっとバチョで無双キャラはね、今無双を使うとこ早くなるので、でこいつらそういうことで生かしたので倒した。ヒズバンっていうのかな、わかんないけど、こいつを倒しまして、あ、またなんかいる。お前もだ。よし、で、うわー、騎馬隊、騎馬隊を見つけたら倒しておいて。やろ、こっちの方が見やすいっすね。お前らに溜まってる暇ないわけではないが、全部倒すなら、ね、ちょっと尺の方がありになっちゃうので、ある程度倒したら移動しましょうか。でまたボス倒したんで相手に回収して、よし、行こう。で、宝徳さんも三国のキャラなので使いますね。かぐやさんは無理だけど。はい、ということなんですけども、倒して、これ回収しよう。はい、で、次なんですが、そろそろ着く感じですね。お前らね、ほら、オッケー。で、上から行こうかな、こっちから。で、合体技溜まってるので、これなんとか使いたいですね。もっと固まってればいいんだけど、ちょっとね、まだちょっと少ないので、なんか今使うべきではないような気がするね。弓当たりがちょっとめんどくさいって感じですかね。こちらはまとめて一気に少なくなったね。まあ、こんなような感じでねやっていくと、もうそれはですね、投石者使って、もう、ね、破壊する必要になるかと思います。はい、で、こちらね、こちらですか、もう3畳、はい、あ、で、到着しました。投石者ね、あちらに向かって、門の方を破壊する作業に入りましょう。ここに、あ、ったコーチューさん、あそこの門を閉じてたので僕ら行けない流れになっちゃったんですよね。なんでちょっと今回はそうはさせないということで、こちら門に石をねぶつけて、はい、壊しました。そして行くと、ザコ残ってるんですけども、ちょっとテンポ重視で行きます。勢いのまま技が繋がれるんだった。いいで、ちょっといい、まあ、かぐやさん無双も強いんですけど、アーツも十分使える感じなんでね、使い勝手がいいですね。で、今回ここをねずっと進んでいくわけなんですけども、宝徳さんレベル低いので、ちょっと宝徳さんをプッシュしていこうかなと。はい、はい、ほら、で、進んでいくと、ただ足そんな速くないんで、やっぱり馬長とダメで、移動は馬長ですかね。よいしょ、蹴散らしてやるぜ。槍なんで立ち回りしやすいですね。はぁ、あ、はいやー、 OK、ババさんが来ましたね。よいしょ、で使って、はい、レベルアップ、調子いいね、どんどん育ってますね。で、まあ、殴りつつ行くと使うと、
手散らせ。これほどの数の復活したって噂は聞いたけど、と前よりも力が強くなってるみたいだね。いいペースだな。1500とかも倒しますね。大したもんだぜ。で、当分移動になるので、バウチをどこで近づいて。合体技はどこですか、だから。一応溜まってはいるんですけどね。さあ、来るか。この辺でちょっと出しておく。本当はあの広場行ってからでもよかったんですけど。これでどうよ。おお、大量大量。はい、そして先へ進みましょう。アーツ使えるほどの層は余ってないな。はい、か殴りつつ進んでいきます。まだ4回しか振れないね。もう少し層使うかな。おいおいおい、あれ、よし、こっちから行こうか。もうすぐ、あ、コーチューさんまだ大丈夫でしたね。そう、門を塞いでたのにどうやってお前ら来たんだってことで、過去からあなたを助けに来たんだよね。おじいちゃん一人を死なすわけにいかないぞ。お、で、雪村さんがいるので雪村さんを倒すと。この位置でここプレイすると、ああいう雪村さんとの絡みとかね、そういうのも見れたと思います。だから水晶ツインクメンバーに設定されてないんですよね。設定されてない人たちでもその人たちでしか見られない伝統とかあるので、このゲーム奥深いですね。そういう意味では、いろんな組み合わせで戦場行くとさらに面白いって感じ。だからまあ必ずしも推奨で行けばいいっていうのではないですね。僕が知ってる限りのイベントとかあるところで、なおかつキャラがね使えるっていうような感じになってるのであれば、推奨じゃないんですけどもそのキャラクターで行くっていうような感じになるかもしれないです。今回はちょっとね、クノイチ連れてくの忘れちゃったのであれですけども、使うか。これだね、やった。戦わせては術が解ける。で、こちらですね。影で戦うか。あらら、門に塞がれた。で、ここなんですけれども境になっているところですね。ここでちょっと敵を料理しようかなと。まず固まるまで待って、一気にね、切りをつけるという。はい、トロフィー解除じゃないかな。1000コンボいったんでね。はい、ということで、はい、じゃあ、はい、私に無双の力が。タグヤさん本当無双率高いな。これたまたまなんですけどね、狙ってるわけじゃないですけど、なんか率が高い。使うか。これだけ揃ってればいけるでしょう。この青い状態でも殴ったりとかできますよ、こっちは。食らいやがれ。しゃい。で、武将も倒したので経験値も入ると。いい感じのペースですね。はいはい、おお、技増えた。俺は強い。これもだが多分増えてる。ハゲさん、技増えたら本当強いんですよね。増える前から結構使い方いい方なんですけども、さらに強くなる。そう、強盛りこの野郎。ちょっと蹴散らすか。アーツはこれ囲まれた時とかの便利ですね。はいはいはい。で、まだ敵さんがいらっしゃるので、ちゃんと勝たしてるからね。ちょっと馬長で傷つけてから宝徳さんでとどめさそうかな。
ウェーラ先着だ。うわ、すんげー減る。はいはいはい、シュートー、すかさず無双ランプ。まあこんなような感じですかね。で今回ね、校長さんを救出することができました。まあほとんど医療の戦いと一緒っちゃ一緒なんですけども、その校長さんを助けれるバージョンっていうんですかね、そちらを、今回収録させていただきました。平野清盛撤退、死の道を進むのみね、ということで、勝利しましたので、次ですね。助けるつもりが助けられておっては世話ないわい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。はい、ということでね、1回目の医療の戦いでは救うことが できず、散ってしまわれた校長さんなんですけども、透析器をね入手しまして、あちらでね門を壊して、助けることができました。死の本果たし申した。まあ尺的にもちょうどいい感じじゃないですかね。で第2ビクティに入ったんですけども、まあみんなもう持ってるので、新しくね、さすがやる仲間になった校中さんの武器を買うって感じですかね。でバターのミッションもクリアと。はい、ということでね、いい感じに進んでおります。この無双オロチ2ね、まだまだストーリーの方は長いこと続きますので、これからいろんな魅力的なねキャラクターであるとか出てきます。彼女は濃姫さんですね、織田信長の奥さんです。そして斎藤道山、マムシの娘ということでね、道山はまあゲームには出ないんですけどもね、で、バタイがいらっしゃるので話しかけてみましょう。バタイ殿、それがしを恨んでおいでか。え、ああ元の世界のこと、宝徳殿が俺や若と違う道を選んだってやつ。うん、宝徳さんは義肉だって、バタイと、馬長はね職に就く形になります。全然気にしてないってのは嘘だけど。気にしてないよ。まあつまりは気にしてないんですね。で、校中さんの武器を、あ、2武器売ってますね。新速とこれどっちがいいかな。昭和か、これでいいか。はい、こちら購入しまして、で、今戦った馬長、それから宝徳、かぐやさんの武器を、強化します。はい、で、これも同じように、まあそうですね、レベルだけじゃなくてこの武器も鍛えなきゃいけないということなんでね、まあやること多いですよね。間違った、こうのこうだね。はい、また来てくれよ。ということなんですけれども、今回のパートはねこんな感じでおしまいというような感じになります。校長さんを救い出すっていう、そういうようなパートですね。で次回予告ということなんですけれども、確かもう同校の戦いに行けるんじゃないかな。はい、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。竹中半兵衛の策で、上田城、道光、長篠とね、3人で分かれて、カッコでこうやってね、敵がこう敵の目を引きつけてから小田原城を取るっていうような感じの作戦だったと思うんですけども、上田城の方はねこちら芝生で攻略しました。なんで次道光の戦いですね、2つ目の地点で、この道光を終わらせたら3つ目の地点の長篠が出るっていうような流れになったはずです。はい、はい、ということなんですけども、こちら出てますね、推奨出撃メンバーが竹中半兵衛、だから半兵衛君は必ず出る形になりますね。あとはまあ僕の趣味か、そんなような形でねキャラクター選ぶというような感じになるのかなと思います。で、みんな大好きくのいちさんがまだね、使用されてないということなんですけれども、そうですね、近々出るっていうことを言っておきますね。あと使ってないやついたかな、まあ校中さんとかもね今回、半兵衛と一緒にね使うかもしれないですね。2人だけかな多分。あ、大志寺もまだ使ってないね。で校中さん、あ、元気と諸葛さんも使ってない、結構使ってないやつおるな。で黒市さんとね、まあそんなような感じになるので、レギュラーは半兵衛くんです。半兵衛くんは必ず次の、次のね戦い出陣します。知らぬ顔してらんないね。でお話の流れ的に馬長と芝生はいらっしゃらないので、まあ適当に書いておきましょう。今これ長領になったけど、長領で行くかどうかはまずちょっとわかんないです。いざ戦場に新兵を登山。はい、ということでね、今回のパートは、ここらで、締めさせていただきます。まあ時間の方もちょうどいいと思いますね。ということでね、皆さん、長いことお疲れ様でした。そうですね、よかったら次のパートも見ていってください。次は半兵衛くんが大活躍します。ぜひね、
そちらの方のチェックも、欠かさずお願いしますね。ということで今回のパートはこの辺で切らせていただきます。では次の、同校の戦いあちらの方でねお会いしましょう。バイバイ。